はやべです。今日は秋田市川端に来てますけどね。え、ジャンさん、こっちの方に行ってこようと思います。バーなんですけどね、つけ麺が美味しいらしいので、ね、この後行ってこようと思います。こちらが鳥海ヨーグルトってやつですね。これをとりあえずいただいていきましょう。あ、そんな甘すぎなくてすっきり飲めるけれども、ヨーグルトの味わい、酸味もちょっとあってね。いやこれはこれで美味しいね。ヨーグルト酒、あ、氷が入ってね、ちょっと微妙に薄まってるのもいいかもしれない。冷えてですね。ああ、いや、美味しい美味しい。はい、じゃあ締めていこうと思います。こちらが煮干しの混ぜそばですね。結構唐辛子もかかって結構香りが強いですね。麺はそこまで太くないんだ。あ、煮干しの香りがえげつないわ。おー、あ、すごい煮干し。煮干しの香りがすごい、本当に。お、あれ、海苔も入ってるのかな。海苔の香りもするね。お、いやーいやー、すげえ美味しい香りがする。いただきますかね。うん、あ、程よくダンクな香りがするけど、煮干しの香りもあって本格派とジャンクの味がちょうど両立してる味だな。うん、あ、だからジャンクすぎないんだな。うん、あ、チャーシューもうまい。あ、ちょっとカレー粉の香りがして、マヨネーズの香りもして、だけどそれでもジャンクすぎない。うん、あ、この後もいただいてきます。はい、ということでですね、美味しくいただいてまいりました。とりあえず締めの感じでね、行ったので、基本的にはつけ麺だとかね、混ぜそばを目的に来たんですけどね、飲み物も美味しかったですね。また来たいと思います。ということで、阿部でした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。